ペンキレスで、本当にコンパクトなミニマリスト向けのキーボードだと思います。はい、皆さんどうもラスです。今回なんですけれども、こちらです。今回ご紹介するのはキーボードになります。こちらなんですけど、もうミニマリストの人はね、もうこれもうめちゃくちゃね、おすすめのキーボードかもしれないです。こちらはですね、ロジクールさんがですね、去年ぐらいに発売した MX キーズミニっていうモデルになります。もともとはですね、この MX キーズのミニじゃない方ですね。そちらは、10キーがね、あったタイプで、こっち側にね、123とか10キーがあったタイプがあったんですけれども、今回ですね、このさらにコンパクトになって、10キーレスのですね、めちゃくちゃミニキーボードが発売されました。で、めちゃくちゃこれ、私欲しくてですね、今回買ったんで少しね、レビューしていきたいと思います。ということで、よろしくお願いします。ということで、パッケージ版ね、少し見ていきたいかなと思います。MX キーズミニ。発売元はロジクールさんですね。タイトルにもある通りね、ミニマリストワイヤレスイルミネーションキーボードということで、ミニマリスト御用達、小スペースで作業したい人向けってことかな？ミニマリストってことなんで。あと、ワイヤレスなんですね。結構ね、充電も30時間ぐらい持つらしいんで、結構ね、バッテリーの持ちいいかなという感じで。あと、イルミネーションキーボードということで、バックライトがね、ついてますんで、ちょっと暗いところでもね、キーがちょっと発光するんで、キーのね、場所とかが、暗くてもわかりやすいという感じですかね。非常にスムーズなタイピングということで、僕もですね、タイピングちょっとやってみたんですけど、打ち心地は結構良かったです。本当にね、いい感じです。ので、ちょっとタイピングした感じもですね、お伝えできればいいかなと思います。タイプした音とかもね、聞いていただければいいかなと思います。同梱物は、本体とですね、こちらの中にある説明書と、あと USB のね、Type-C のケーブルが入ってます。Type-C のケーブルはですね、正直何でも大丈夫なので、自分はですね、普通にこちらの、もともとね、Type-C の充電器があるんで、つないで充電をするという感じで、これでね、最大30時間ね、バッテリーが持つということのようですね。こんな感じで、ここで充電することになります。パソコンに直接つないだら充電しながらね、することもできるので、ちょっとバッテリーが切れそうな時もですね、つないであげたら大丈夫かなという感じですね。ケーブルが嫌だって人は出かけてる時とかに充電しておいて、使う時はですね、ケーブル外してワイヤレスでやるのが、このデスク周りすっきりしてね、いいかなという感じですね。電源はここにありまして、ここをですね、入れると中に、ね、バックライトとかついて、これでこちらの今パソコンと接続されているという感じになります。使わなくなったらこれをカチッとやると電源がオフになるという感じですね。はい。で、裏側はこんな感じで、結構シンプルな感じですね。普通のキーボードとかだと高さ調節あるんですけれども、こちらのモデルはですね、特に高さ調節する部分はないくて、若干ですね、こう、なんていうのか、傾斜になるようにはなってるみたいなんですけれども、高さをね、何段階か調節するっていうことはできないみたいで、こんな感じになってますね。はい。全体的に、こんな感じです。で、色はですね、グレーっぽい感じで、そんなにね、テカテカしてなくて、マットな感じでですね、すごい、こう、落ち着いた色というか、何にでも合うような色っていうイメージですかね。こんな感じですね。持った感じはですね、ちょっと片手でずっと持ってると重いかなという感じなんですけれども、会社の中で持ち運びとかするぐらいだったら、何て言うのかな、このノートパソコンとかと一緒にね、こうやって運ぶことできるかなと思うので、在宅勤務でも使えますし、オフィスとかでも軽い移動とかだったら、これね、ノートパソコンと一緒に持ち歩いて使うってこともできるんじゃないかなと思います。自分はですね、今在宅勤務使ってたりするので、家で主に使ってるんですけども、オフィスでもね、もう一台ちょっと買って使ってみたいかなという気持ちはありますね。で、ファンクションキーのところに、数字の1と2と3のところにですね、ワイヤレスのですね、接続先を切り替えるですね、スイッチが3つ設定できるようになってまして、なので、パソコンにですね、このワイヤレスのキーボードを最大3つまで接続管理することができるようになってるみたいです。こうやってですね、接続先を切り替えることがね、できるようになってます。こんな感じですね。こう片手で持てるキーボードっていうところで、10キーレスで、本当にコンパクトなミニマリスト向けのキーボードだと思います。自分もですね、そんなにデスク周りが、広くないんで、やっぱりね、こういう
コンパクトなキーボードがね、欲しかったんですよね。やっぱり有線だとコードがあるとね、やっぱりこう見た目がすっきりしないところもあるので、完全ね、ワイヤレスのキーボードが欲しかったんで、今回ね買ってよかったかなと思いますね。はい、ということで少しねタイピングした感じもお伝えできればいいかなと思うんで、寿司打を少しやってみたいかなと思います。はい、じゃあ寿司打ねやっていこうと思うんですけれども、タイピングする音聞いてもらったら分かるんですけど、そんなにねカチカチ言う音もなくて静かな打ち心地なので、まあ、オフィスとかでもねそんなにこのタイピング音とかが周りにうるさく聞こえるってことはないかなと思うんで、まあ、全然オフィスでも、使える感じかなと思います。とりあえず寿司打の普通のコースやってみようかなと思います。まあ、タイピングする感じを見といていただければいいかなと思います。はい、行ってきます。はい、終わりましたね。まあ、打った感じはですね、まあ、いつものノートパソコンとかのキーボードの、打ち心地と似たような感じでしたかね。メカニカルキーボードの高さはないので、キーの高さは少し低い感じあるんですけれども、まあ、打っててすぐ慣れましたね。全然違和感はないです。本当に変な感じの、打ち心地ではなくて、打ちやすい方ですね。そんなに音もうるさくないですし、打っててしかも結構気持ちいい感じもありますね。キーを打っている感じはありつつも、まあ、静かな感じで、打てているというような、印象を受けました。これマジの感想です。これも先日買って普段使いにしちゃってるんで、おすすめのキーボードとなっております。もし気になる方おられたら概要欄からですねチェックしてみていただければ幸いです。でやっぱりねこのケーブルがないことでですね、このやっぱデスク周りが広いっていうのが自分にとってはすごいスッキリしていいかなという感じがします。前はですね、まあ、ロジクールの同じようなテンキレスのキーボード使ってたんですけれども、まあ、この辺りねケーブルが伸びちゃってたんで、まあ、それがねその煩わしさから解放されただけでもね、まあ、これ買ってよかったかなと思います。値段もねそんなにめちゃくちゃ高いわけではなかったんで、まあ少しねちょっと奮発するような感じで買ったんですけれども、買ってよかったかなという感じで、これからもね、これを使っていきたいかなという感じです。はい、ということで今回はロジクールの MX キーズミニご紹介させていただきました。どうでしたでしょうか。ミニマリストの方でちょっとおしゃれでコンパクトでワイヤレス、テンキーレスのキーボードを欲しいと思った方はですね、まあ、今回の、ね、動画少しでも参考になると嬉しいです。私のチャンネルではパソコン関係で役に立つ知識とかね、道具、ガジェットもね、いろいろレビューしていこうと思いますんで、よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。ということで今回は私のおすすめキーボードのご紹介でした。また次回の動画でお会いしたいと思います。バイバイ。